ういうこういうな内容を書いたりと、それを作るのを忘れてから作ったら、ちょっと腹が2、3人入っとるんですよ。こうで負けたらよんだからね、ちょっと皆さんに見せるやつってなって、怒られちゃう。悲しさでね、いつまでか咲いてるんだ。私は叔父がね、もう知らんけんって、お前のとこ、ね、庭に置いとけって言って、水だけやってたらいいって言って、こんななったのもらったんです。私、かわいそうに針金全部ほどしたら、ね